ジグパラサーフ 35g 投げます。糸ふけ取ります。ボトム着底。101、まあほぼほぼ90メートルくらいかな。メタルジグは飛ぶんですよ、飛ばせるんですよ。なんでこれヒラメミの SR 飛ばせねえんだろう。投げたくないけど投げるかな。投げたくないけど投げるか。せっかく買ったんだしさ。ヒラメミの SR フローティング、まあどこにいるか分かんないからね、こういう状態は。あのピンポイントでのね、ピンポイントでの地形変化が分かんないときはもうこれで探るしかない。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、52、53、53、54、55、56、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66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 、
がする。本当にこうブレずにまっすぐ、本当にブレずにまっすぐ、ちょっとでもブレたらもう飛ばないね。毎回毎回正確にまっすぐにキャストしないと。ちゃんとあれが発動してくんない。これはちょっとなんだろうな、飛ぶのは飛ぶよ、ちゃんと投げればね。まっすぐ、本当に綺麗にまっすぐ投げれば飛ぶけど、でもやっぱり飛行姿勢が安定しないっていうのは確かだし、でなんかその一投一投をなんかこう集中して投げてたら手返しが悪くなるよね。はい、というわけで今日の長考はね、終了になりました。まあこれ毎回毎回ね言い訳になっちゃうんだけど、
入ってれば釣れる、入ってなければ釣れない。で今日この場所で多分20人ぐらいエントリーしてましたね、朝。誰も釣ってない。はい、誰も釣ってなかったです。まあね、そう簡単には釣れませんよ、サーフからは。まあそんなとこです。あ、あとねこれ P 新しくね、巻きました。シマノさんから発売されてるピットブルっていうやつですね。ピットブルの1号 22.4 ポンド、非常になんか感触がねいいような感じがします。近々 PE をね変えようと思ってる方いらっしゃったらちょっと試してみてください。シマノさんから発売されてる PE ライン、ピットブルです。はい、じゃあちょっとあの漁港が近いんでね、泳がせでもやってきます。お疲れ様でした。バイバイ。